はい、こんにちは。ハバーヌーンでチームデスマッチやっていきます。使う武器は AK47。まあ、とは言ってもね、ハロウィンイベントの消化をね、してるだけなんで、5000クイックマッチやったら、鍵と箱もらえるみたいな。それの一環で、延々とチームデスマッチをしています。最近はね、ずっと AK47 使ってますね。まあ、昔はこれ、デザートイーグルだと思って使ってたんですけどね。最近フルオートでもそこそこね、ヘッドショット出せるってことが分かったんで。普通に使ってますね。まあ、苦手っちゃ苦手なの部類には入るんだけどね。M4 とかに比べたらね、まだ使いこなしてはいないが。まあ、ここのマップはね、簡単ですね。ここ入って、ちょっと待って、角出てきたところにヘッドショット。これ毎回これでやってます。で、これ出たとかね、ちょっとめんどいんだよね。こんな感じになっちゃうんで、こんな感じでちょっとね、ぐだると、まあ、やられちゃうみたいな。もうちょっと突っ込んで、リスポーン地点張り付いてた方が良かったかもね。意外とね、あ、いるんで、はい、ちょっと、二人目決めていく。だ、これ至近距離だから AK 結構強いな、やっぱり。このマップ。もう、全然当たんないし、リロード挟んで、お、上か。あ、マジか、これ負ける。展開が結構このマップはね、昔から好きなんでね、ハンゲーム版の時から結構このマップやってたんだけど、展開が早くてね、じゃあ頭抜いていく。おっと、二人来てるね。さあ出てこい。うん、意外と出てこない。こっち見てこないね。え？左入ってくる。おっと、こうなるとちょっと厄介だ。うわ、爆弾マークが消えない。奥か。投げられたな。で、マップ見て、いそうなとこに、ボームをぶん投げて、右がいないな。お、来てる。来てるが？逃げてったが？入っていこう、そしたら。おっと、頭抜いて。敵がいないね。よし、一人やって。さあ、もう一人。弾がなくなる。リロード挟んで。突っ込むか、これ。よし。うん、こういう感じでいいと思う。もうリス地点までね、突っ込んでから。こんな感じで。雑すぎたか。まあ、あそこまで行かなくてもいいんだけど、あのドアの横に貼ってるだけで結構みんな突っ込んでくれるんでね。あの場所は結構おすすめ。さあ、後ろから。あ、全然当たんない。フロートで頭抜いていく。うわ、爆弾か。さっきみたいになった時にね、昔はもう全然弾当てれなかったんだけど、今はね、リコイルパターンを覚えたんでね。もう、フルオートでも、あのぐらいの近距離だったら、そこそこ頭狙える。っていう感じなんで、使いやすい。さあ、どんどん頭狙えるよ。おっと、間に合わないか。持ち替えだが間に合わず。74対50。半分過ぎてこっち結構有利。ボム投げて。あー、上から行った方がいいかな。上から右をぶちかまして。こんだけ AK 使って箱取ってんだから AK のね、ハロウィン武器当てたいよね。上やられた。なんか、どの FPS にもこういう倉庫系のマップあるけど、やっぱ結構人気だよね。こういうマップって展開が早くてね、なんかやっぱりエイム調整とかするにはすごくいい。うわぁ、結構見られてるな。ちょっと一旦下がって。さ、入ってくる。あ、ここか。よし、当たった。勘でヘッドショットしていく。うわ、ここで固まんの？勘弁してくれ。マジか。あそこで固まったらもうどうしようもないんだけど。あ、上にいる？無視。ボム当たった。さあ、来た。一人、二人。ダメか。もうちょい上かな。もう S15 ね、それ S15 当たったのあれなんとかなんねえかな。これ S15 だけはなんか絶対に弱いと思うんだけど、どうかな。もうなんかすごくね、何がいいのかわかんないんだよ、この銃の。S15 使うんだったらなんか M4 でよくないみたいなね。M4 よりは威力高いのかな。ただなんか格殺するまでの弾数が変わんなくて、何が強いのか本当わかんないんだよね。ちょっと S15 一回今度使ってみるわ。おっと、目の前。
あの、そう、なんか、こいつこいつ、この S15GL ゴーストオレンジ持ってんだよ。一回使ってみますか。おっと？うわ。うわ、よくわかんないうちにやられた。つか、1位との差がありすぎだな。結構突っ込んでんだけど。ハロウィンミイベント頭抜いてく。あーやばいな、ちょっと2発目が雑かな。よし倒してく、ガンガン稼いでいかないと。結構やっぱチームデスマッチやってて多いなって思うな。 MDR、M4 はまあ多いね。で AK12 が多いでしょ。で、タボール使ってる人もね、結構多いんだよね。使いやすいのかな。さて、そんな感じで終わりました。150対106。さあ、どんどん箱開けていくよ。こんな感じでね、ずっと AK47 使ってるんだけども、今度ちょっと S15 のあのオレンジを一回使って、プレイしてみようと思います。では、次の動画でお会いしましょう。